皆さん、どうもどうもよろしく、アラシドラマ TK です。ということで、今日もね、いいしない、モンスラムノックス、41回目、多分終わりかな。多分ね、わからないんですけど、やっていきましょう。ラスボス手前ってね、大体ね、イーズの場合、3体の守護神みたいなやつがいて、最後、ラスボスがね、いるみたいな感じになることが多いんで、多分、合ってると思う。あ、なんかアイテムある。ちょっと取っていとこう。命の重薬、ね。行こう。アイテムあるんかなと思って、見よう思って見たらあったからびっくりした。お、そろそろっぽいね。行こうか。不思議な気配。あれが終着点と見て間違いないだろう。マジで？あ、てかなんか入ってもらう。準備はしっかりとね。守りの重役、よし、行こうではないか。ゾラやね、確かね。多分ゾラがラスボスなんちゃうかなと思う。大錬成の魔。お、ゾラがおるね。笑っとるで。やあ、よく来た。かつての戦友たち。そして、我が主であるロスビータ。残念ながら、僕たちには覚えがないけどね。せえへん。ああ、そうだった。アドルと赤の王は、スミノフに救われたようだな。おかげさまでね。彼も腕を上げていたし、それくらいならやってのけるか。まあ、無事で何よりだよ。この人どうしたモギュ。ひどいです。15年前に姿を消して、ここで一体何をしてきた。今こそ話してもらうぞ。ゾラ、聖女ロスビータ、あなたを蘇らせたことをきっかけに、ずっと研究してきたことがある。ん？シャトラールは優秀な人間の複製を集めて国家を作ろうとした。だが、それでは今を生きる人間の才をかき集めたに過ぎない。せっかくあなたのような存在を錬成することができたのだ。この地上に現れた過去の英雄や偉人たちの魂と人格、それらを統合した英知の集合体を作り出せないだろうか。それってお父様、なんてこと。でも錬成に必要な英雄や偉人の情報をどうやって。あれものみたいなやり方じゃ相当時間がかかるだろうな。そう、そこで目をつけたのがアドル・クリスティの存在だ。君は冒険家として豊富な経験や見識を持っているだけではない。さまざまな人知を超えた存在や事象と開口を果たしてきた稀有な人間だ。そこにはまさしく神と呼べる存在すら含まれているではないか。そなた、まさか。そう、僕ならハードルの記憶から彼らを錬成することも可能だ。だが僕が最終的に目指すのは監獄にいるような模造品ではない。僕やシャトラールが集めてきた今を生きる人間たちの知力、さらにアドルの魂に刻み込まれた古代の英知、それらを錬金術によって一つの人格として錬成するのだ。無理やな。それは神に最も近い存在、いや、もはや神を超えた存在と言ってもいい。その神がグリムワールドの夜を管理すれば、君たちも呪いから解放されるだろう。なんてやつだ。まさかそこまで大それたことを考えてたなんて。そして今宵、この夜が最大限に活性化する力を利用して実験は完成する。
ああ、ゾラと融合するんじゃね？で、ゾラをやっつけて終わる感じになりそうな予感がすごくするが、それはないかな。あれはハドルさん。うわ、どうした？代行者としてこのグリムワールドの夜を支配せよ。滅べ。ん、なんだ、何が起こる。は、んで、うおー、やば、うわー、やばくね。これは、外で何が起きてるの。どうやら、要塞の外のドマゴムたちを殲滅したようです。今のでか。まさしく神のごとき力を持っているというのか。まさかここまでとは。こっちにしよっか。君ならそこはさすがと言うべきだろう。これでグリムワールドで君たちが戦う必要はなくなった。非効率な呪いを継承していくこともあるまい。おめでとう。心からお祝いの言葉を送らせてもらうよ。タイム知れない力に頼っているのかしら。これがずっと順調にいくかなんてまだわからないはずだ。でも500年前と同様に自ら戦い続けることを選ぶのか。それはまあいい。君たちは君たちで好きにするといい。だが少なくとも僕にとって怪人の存在はもはや必要ない。窮地のよしみで招待したが、早々にここから立ち去るのだな。行く先を憂い、状況を打破せんとするそなたの気概は嬉しく思う。だが、私は自分たちが納得できる方法を見つけたいのだ。自分たちの手で。多少時間がかかったとしてもな。アプリリスさん。変わらないな。なぜ一緒にあがこうとする。かつてあなたの献身を多くの者が称え、そして利用した。それゆえに最後は自身が命を落としたことを忘れか。僕が何度守ろうと手を伸ばしても、あなたはそれを振りほどいて去っていく。ソラ、私はもはや問答は無用。ロスディーナ、僕はあなたが傷つくのをこれ以上見たくない。そんなことのために全てを費やし、あなたを冷静したのではない。ハトル、彼女を拘束したまえ。そんな、君、その必要はない。何、グリムワールドの管理にもはやホムンクルスの存在は不要。よってロスビーターを筆頭とする全てのコモンクルスを処分する。え、貴様。そしてグリムワールドに集積される負の源、それらを速やかに断ち切ることこそ私の使命だ。負の源を断つだと。まさか。バルドゥークにおける人を営みと怨嗟の念で汚れ切った大地、この二つを断ち切って、すべてを正常へと導くのだ。それはつまり、バルドゥークを滅ぼすってこと。
それ以外に道はない。そう来るか。さすが H の集合体とやらだ。管理者として間違っちゃいねえし、正しいんだろうぜ。でもそんなのってゾラ、かくなる上は仕方あるまい。アトラの連戦を解除。やっぱな、なるは思うた。ゾラ、お父様。やっぱな。邪魔する者の排除を優先する。ゾラさん、次はお前だ。バルトゥークでも立て立ってる。決めるしかないぞ。まさか。神を超えた存在だと。おい、ちょっと待って、どれぐらいになってる。おお、受ける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 。ウィー、はい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 。はい、どんだけ戦わなあかんねやろな。第2第3形態ありそうやんな、こいつら。おい、ちょっと怖いよ。おっ、おお、痛い痛い。おめ、ちょっと待って、行き過ぎ、お前後ろ行き過ぎ、痛い痛い。おー、オッケー、オッケー、ナイス、オッケー、ナイス、はい、よっと、オッケー。うっちゃ、なんだとした、おー、危ねー、セーフ。ちょっとした、あ、いや、嘘、おっ、あ、当たってた。当たってたわ、ゴンマイ、俺。はい、おーっとい、なんだ、はい、オーケー、どうだ、おー、それ、おい、セーフ。当たらんかった。はい、はい、はい、よっと、オッケー、ナイス、よし、オッケー。やるぞ。おーっと、大丈夫か。確信やと。おー、来いよ。おーっす、オッケー、ナイス。おーっす、おーっす、おいっとい、おーっ、あぶねー、オッケー。うん、おーっと、あれ、あれ、ちょっと待って、アドルじゃなくなってた、アドルじゃなくなってたっけ。おーっと、ねえ、いけー、おい、おい、マジか、んだい、あかん、これは当たらん、さすがにそれは無理。おーっと、うーん、おーっと、待って、おー、なんだそれは。おー、怖いよ。なんだ、どこ行った、何やそれ、おいおいってな。おー、なんだ、おーっとっと、危ねえ、それ危ない、ちょっと待って、痛いよ、もうやりにくいな、こいつやりにくいな、こいつ、この野郎。いった、あ、なん、おお、セーフ、オッケー、ナイス、オッケー、ナイス、オッケー、今、今、
今です、今ですよ、よし、ほいよっと、OK、ルービー見たな、これはよし、81すげえレベルの上がりようがすごいんだが、どうしたの？貴様、海の親に、貴様とは海の、あ、残念ながら連戦は失敗だ。後で検証する必要があるな。ゾロ、アトラの連戦を解除した。だが気をつけろ。僕が思っていた以上に。アトラってアドルとさ、なんとかのトラ、まあなんか合わせた感じがする。うわぁ、ライリケイタ来ちゃった。なんだ、なんだ、ちょっと待って、政治カウントになったので待て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 、不完全だ、それが第2形態。最後なのか。アトラー、お前全時間のみたいになっとるね。なんだ、は、戦い方が変わったそんな気がする。うん、なんか2階層に分かれてね、気のせい、あ、やっぱそうだ、よしよし、おお、ちょっと待って、おい、ちょっと待って、どういくん、どういくん、おぉ、セーフ、ちょっと待って、ん、なんだ、あった、もう、はぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、食べられません。うん、ちょっと待って、わからん、おい。あ、ここ、いや、ここ待ってる。オッケー。オーケー、ナイスー。あ、こういうところ回ったのね。よし、お、エクストラマスター、今日やった、おいた、びっくりした、オーケー、ナイス、おいて、イエイ、うん、オーケー、ナイス、ここはか、いける、オーケー、オーケー、ナイス、オーケー、じゃいっていっ、おーい、どうした、フラッシュムーブ起こっててびっくりした。どこやと、待って、わからん、はい、ちょっといろいろやば、どこや、どこ攻撃できる、いった、わからん、
え、わからん。え、どこを攻撃されて、もう、ほら、やめなさい。焦る。ちょっと待って。は？なんなん？どこを攻撃すりゃいいん、これ。どっか、あ、ここや。は？違うな。ちょっと積んだ。あ、これか。オッケー。そんな、うったい、もう。ようやくわかった。待って、生き抜く。おいって、おい、おい。おーっと。よし。で、これは？でいい。おーい。で、どこを攻撃すんの？あと。は？おー、びっくりした。オッケー、ここか。おい、おいっす。んーで、え、なに、どこはどう、またあ、ここか、オッケー、オッケー、いけー、ミスだって、あ、オッケー、ナイス、えい、オッケー、はい、いった、ちょっと、せ、まだ生きてる、生きてる、生きてるのであれば問題ない。おお、ちょっと待って、あ、せ、うん、せ、危な、で、どうなんの？ん？あ、なんかあれ落ちたって上に行けということなんかな。ヘブンズラン、やっぱりそうだわ。なるほどね。理解した、理解した。うわ、結構厳しい。どこや？攻撃するとこどこや？間違えた。いてぇ、ちょっと待って、わからん。おいてぇ、ちょっと待って。おい。よし。おーって、あ、これ岩や。あれや。そんな気する。おーっと、オッケー。なんだ？は？あった、じゃあ当たんのか、それでも。おい。当たらん、何も当たらん。きつ。え？なに？おっと、ない。うん。あった、当たりました。おっ。あ、わかった。あ、どういうことかわかった。今わかった。あれを。こういうこと決まりました。うん。痛い。うん。え、おい、え、違うのか。OK、そこやね。せえ、分かってるよ。なって、んって、オッケー。おぉ、見切ったって、うん、オッケー、なるほど、あった、え、どこへ、おぉ、え、
そういうことね。うん、おい、ナイス。オーケー。あ、違う、来た。ん、あ、なんだ、どうした。ほんまに？アトラの脅威は去った。だが、結局何一つ変わることもない。グリムワルドの夜は依然として機能しているようだ。でも、バルドゥークは守れたわ。まあ、これからも僕たちが戦っていけばいいのかな。私も頑張ります。みんなの笑顔を守るために、みんなで戦う限り街の平穏は保たれるんですから。私も協力いたします。やれやれ。いや、なんか怒ってるで。うん？いや、何かが怒った。アドルの身に何かが、アドルの身に何かが怒っているよ。うん？あれ、青い花びらじゃね、これ。ん？あれ？まさか？なんだ？五つの精霊みたいな。いや、六つか。アドル、あなた、どう
したいですか。君たちは一体？あなたの記憶から錬成された魂です。彼らは怪人の皆さんを解放してあげたいですか。今ならアドルさんと私たちはグリムワールドの夜を止められます。え？なんだって？だが夜がなくなれば負の感情は行き場を失う。その時バルドゥークに何が起きるかはわからない。彼らがさらなる苦難の道を歩む可能性もあるだろう。でもそれは本来あるべき姿かもしれません。そうやね。アドルさんはどうしたいですか。分かっていると思いますが、人の身で正解を選ぶことは叶いません。それでも今君が選ぶしかないのです。私たちが力を貸すからアドルさんに決めてほしいかな。マジかよ、選べ。もう過去にとらわれるべきじゃん。どっちも一緒やんどっちも一緒やん。最終的に頼むよ。負の感情から魔物を生み出すドライフニルの卵です。え？負の感情から魔物を生み出す。アドルさん、剣をかざして。お、マジか。さあ、じゃあ行こうか。うん、めっちゃ食らうんやけど。いいね。ただ単に丸を押せるだけです。人間とは過去もそういうもの。あ、なんか聞いておくだろそれ。いいっすね。これ以外したことないんでね。旅行だけど。スースーの受解前はやったことないんで。かなり違うか。わからん。うん、キャッ、まぶしい。メガメガーって言うのよ、ほんま。マジか。お、あ、どうした。ここはバルドゥークの郊外だ。気がついたら全員ここにいた。ほん？アドル君がグリムワールドを破壊したって本当なの？お、聞いて聞こえてた。不思議な声が教えてくれたんです。すでにグリムワールドや魔物たちの気配を感じられない。事実であることは実感しているの。あ、本当だ。やはり、そうか。僕がアドルさんだったら、どう判断しただろう。私は、戦い続けることを選んだかもしれません。私もかな。自分が戦えばいいやって。違うな。でも、それではきっと何も変わりません。私たちも、そして、バルリュークも。まあな。お、どうなっているのかだけ見て終わる感じになるのかな。
怪人の力どうなったん？それがちょっと気になる。それがちょっと気になるよ。ちょっと言う、ちょっとどころかものすごく気になるところではあるよ。待って、どうなんの？ほんまに。怪人は？もう、発動戦感じ？私たちの最後の戦いは、静かに幕を閉じ、戦勝記念祭を終えたバルドゥークも、元の日常を取り戻しました。お、マジで？総督に復帰したウィンドハイム枢機卿と、ルガー監獄長により、街は機能を回復。聖国騎士団は、教会から新たな団長を迎えて、再建へ取り組むことになりました。バルドゥークは、少しずつ形を変えながら、元の活気を取り戻しつつあります。大きく変わったことといえば、街に怪人たちが現れなくなったこと、グリムワルドの消失とともに、私たちは異能を全て失いました。マジか。アプリリスさんによれば、呪いはもともとグリムワルドとの因果関係によって成り立っていたそうです。へぇー。それも今は落ち着きつつあります。いずれ怪人たちの存在は忘れ去られていくのかもしれません。それを式で残していくもんやね。式とかデジタル書籍でね、この中は書籍の方やと思うけど。いやー、いけたね。完全左右とかしてたね。最後のラスボスに、いつも思うけど、旅の荷物なんて言っても普段からあまり持ち歩かないしね。バトルの方はどうだ？とっくに終わってるよ。待たせちまったが、悪いね。世話になった店長とカーラに挨拶していくんだな。よし、早速行くとしようぜ。そうだね。お、これっていうことは、今回はなんだ、今回ここで終わって、次回ね、この先やっていこう。多分もう最終回だと思う。うん、完全に。ということでご視聴ね、ありがとうございました。アデュー、アディオス、グッバイ、さらば。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。他にも、ゲームタイトル、矛盾縛り、Twitter の方では、様々なことを企画としてきたチャンネルでやっておりますのでフォローお願いします。あと概要欄のところに R から O までのパート1の動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル矛盾縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。ではさらば。